あいつあんなこと言ってました、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことを作ってもらう企画です、うん、ラジオのペキミニ、有吉さん劣化版あいつこんなこと言ってましたこと日刊現代の三流タブロイド紙にこんなことが書いてありましたこの日化粧品ブランドのイベントに登場したマリエだがどこか物足りない、年上にも物おじしないぶっちゃけトークが売りだった留学前とは別人で、うん、質問にもそうですねやっぱりと繰り返すばかり、やはりローラやベッキーに追いつくのは厳しいのか、おいマリエ、あの日刊現代に珍しく本当のこと書かれてんじゃねえかお前帰ってきてから本当歯切れ悪いな、どうした歯に陰謀でも挟まってんのか、それともまた干されるのが怖えのか、バカ野郎、言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズンなんだよたかだか1年ぽっちの留学で一回りブスになって帰ってきたお前がなファッションの仕事だけでやっていけるわけねえんだからよ、ゲスなぶっちゃけトークでのし上がっていくしかねえだろ、ちった日刊現代のクソ帝国低俗記事見習えマリエそんなになってんの、マリエさんでもおとなしくなっちゃったんですね、あそう、うん、でメイクもちょっと変わって、へえ、はあ、ちょっと変わりたか1年ぐらいで変わりたかったんですかね、ですかね、うん、まあ引っ越しの際にねちょっと部屋が汚すぎて余計にお金取られそうになってましたからね、あそうですか、そういう事件もありましたから払拭したかったんですかね、知りませんけど。